これは少し懲らしめてあげなくてはいけませんね。ご主人様汚い。すまん。何がおかしいんですか。いや、どこのご老公様かと思ってな。ご老公？なんでもない、気にするな。あなたですよね、僕たちになりすまして依頼や報酬を横取りしてるのは。なんで俺なんだ。こんなことするのはあなたぐらいしか。正体隠して正義のヒーローごっこしてるからまんまと横取りされるんじゃないのか。どういう意味ですか。北の国でレジスタンスに加担した冒険者っていうのはお前か。ええ。王が倒された後あの国がどうなったか知ってるか。村人はこれだけか。他の奴らはみんな。革命が起きて俺たちの暮らしはいくらかマシになった。だがそれもつかの間、今度はレジスタンスだった連中が税を引き上げ始めたんだ。どういうことだ。難しいことは分かんねえけど、国を守るためには金がかかるらしい。考えてみりゃ前の王も同じこと考えてたのかもな。お前がやったことはただの頭のすげ替えだ。何の解決にもなっていない。問題をすり替えないでください。今は僕たちのなりすましが。俺の方はどう説明する。どこぞの疫病の件か。分かっているなら話は早い。なぜ横取りした。お前が倒したドラゴンの死骸が原因で疫病が蔓延したのは知ってるが、俺がその死骸を除去した。だから依頼はキャンセルされたんだ。嘘だと思うなら東方の村に行ってみるといい。お前たちのせいで何人死んだと思ってる。俺のせいで。直文様。そうか、すまなかった。信じるんですか。嘘をつく理由がない。これ以上面倒事を起こすな。